皆さんどうもこんにちは、プラキチです。はい、ちゅうことでね、今日はね、何を語るのかっていうと、語るのかっていうと、こすんのかっていうとね、シコ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 こすんのかっていうと、それはね、まあこの機械たちを見ればわかるでしょう。うん、彼女も作らず、家庭も作らず、プラマばっかね、作ってはね、合間を見てポコチンじってる綺麗なにわかるでしょう。はい、そうっすね。かつ小林のことをね、こすります。わかったよね。こいつら見た瞬間に勝つ小林こするって分かんない人は、もう来ないで。俺のチャンネル。チャンネル登録解除して、よそ行ってください。うん。僕のチャンネルににわかはいりません。はい、ちゅうことでね。で、勝つのね、何を、どこをこすんのかちゅうと、あいつこすりまくれるよ。あいつは。こすりの方向。うん。もう、あいつね、すっぽんと一緒で、すっぽんで食材いいんじゃん。すっぽん、あれ、捨てるところがないって言われてんだよね。うなぎも。うん、勝つ小林っていうね、食材も、捨てるところないんだよ、もう。全部こせるから。もう、見た目も中身も。うん。まあ、見た目もね、まあ、ダサいじゃないですか。髪型とかも、髪の毛たまにいじってくるさ、ダサいくせにさ。うん、クソナルシストがさ。んで、目もさ、白目がねえんだよね、あいつね。白目出しがさ。で、白目出しは、どこがムカつくかって俺ね、なんだろう。俺の中で、ゼータガンダムで嫌いなやつナンバーワンなんだよね、勝小林って、勝小林。うん。バスクオム、バスクオム列、もう我慢できねえの、バスクオム列を超えてんの。ジャマイカンも超えて、もう、俺が嫌いなゼータキャラ第1位、勝小林。戦闘力53万。その次に、バスク13万。次にジャマイカンが、まあ、4、5万なんだけど。うん。で、劇場版だとジャマイカンちょっといい人になってたから、もうダントツで勝つだよね。うん。なんだろう。ムカつき加減。うん、まず、まあ、冷静に紐解いていくと、まず実力がないんだよ。すべてにおいて。うん。人間としても、パイロットとしても実力がないの。で、生きがるじゃん。あいつ。でけえ口叩くじゃん。何もできないくせに。でけえ口叩いておきながら、まあ、やらかすじゃないですか。で、やらかして、ケツが吹ければいいんだよ、別に。会社の仕事もそうだけど、でけえ口叩くのはいいんだけど、で、ちゃんと仕事ができて、何かあったら自分でケツ吹ければいいんだけど、でけえ口ばっか叩いて、やらかして、ケツが吹けないやつっていいんじゃん、世の中に。いなかったの、職場とかに。まあ、学校でもいいけど、でけえ口叩くくせに、自分でトラブル起こしたら、ケツが吹けないって一番ダセえじゃん、社会人でも。だから、勝がそうなんだよ。あいつ。ケツ吹けねえよ。自分で。うん。で、あげくさ、自分のさ、浅はかな行動でカツはさ、サラを殺したじゃん。カツよりも100倍ぐらい価値のあるサラを殺しちゃったじゃん。ね。まあ、シロッコは撃ったんかもしんねえけど、シロッコが変わったんじゃん、サラが。だから実はカツは殺したんだよ。だってシロッコも怒ってたじゃん。サラは待たせてって怒ってたでしょ。俺も怒ったもん、あの時。で、カツは、なぜか、シロッコとハマンを逆恨んでんの。まあ、シロッコはわかるけど、なんか、ハマンのことを恨んでなかった？カツ。ね、劇場版の3でね、ハマンを殺すんだってね、サラの仇を討つんだ。おいおいって、おめえだろって。白目なしがよ、白目なし。おめえだろ、おめえが殺したんだろうが。なんで人のせいにしてんだよ。ね、実力もないくせに、ね、人間としても未熟、パイロットとしても未熟、永遠の半人前のくせに、一丁前に美少女に恋をして、ね。で、結果的に死なしちゃったのに、ね。人のせいにするっていう。てめえが悪いのに誰かどう見てもね。うん、100人中100人が悪いみたら、てめえが悪い、数が悪いってなんのに、自分は悪くない、シロッコと、ハマンのせいだと。ハマンを殺す仇を討つんだ。つって、また、ピーチャーがどこひもあってさ、足引っ張るじゃん、周りの。で、あげくね。あげく、ヤザンにさ、ちょ、喧嘩打ってさ、調子こいてたらさ、数秒後にはさ、石ころにぶつかって死んでんだよ。あの時の、エマさんのカッツーのブサイクな顔、ね。あの可愛いエマさんにあのブサイクな顔させてさ、このバカがつはこの野郎白目だし、お前。しかもなんだお前最後、お前死ぬ時に。よ。サラが、幻で出てきて、まあ、幻だからね、もちろんあれ。幻が出てきて、バカツさ、バカツ、白目なし。さっさら、また君に会えるんだねってさ、お前、
お前さ、どんだけカッコ悪いの？そう。カッコ悪いんだよ、あいつ。カッコ悪いの。ほんとカッコ悪いの。ダサくて、半人前で、人間的にも、魅力ない。モルスーツのパイロットとしても、実力ない。ケツ吹けない。最後石ころにぶつかって好きな女の幻を見て死んだと、まあ、ある意味幸せな人生だったと思います。はい、ちゅうことでね、僕勝つ小橋で嫌いで、うん、このようにね死んでいい人間なんてねそうそういないですよ。いないんだけど勝つはもう死んでよかったと思ってます。はい、ちゅうことでね、プラクティスでした。バイバーイ。